こんばんは、モサ男の子の青木かのんです。今日はですね、伝説の動画の再来でございます。約3ヶ月前に公開しましたこちらの動画、ドン、なんだっけ、内容、衝撃告白、元男の子との営みってどんな感じっていう動画を公開したところ、まさかの100万再生超えをしてしまいまして、その内容がですね、私が昔ニューハーフバーで働いていた時にすごい可愛がってもらった元男の子の先輩が言ったんですよね。その元男の子の先輩と今お付き合いしている彼氏さんを呼んで、その私の先輩と営みした時ってどんな感じだったんですかっていうことを質問したっていう動画なんですよ。それをですね、今回は逆バージョン、今回その張本人の私の当時の先輩のカナさんに来てもらっていろいろ話を聞いていこうと思うんですけども、そのカナさんにですね、私は今日何を聞いたいかっていうと、カナさんの性転換したのはいいものの、まさか の営みをやらなさすぎて穴がなくなってしまったっていう、ちょっと穴がなってしまって今いるんですけど、もう来てもらいましょうか。じゃあお願いします。すいません、動画だからで稽古使われるから、ね、私は稽古使いますけど、なんですか、ちょっと、まず何年ぶりでした？ちょっと私も緊張しちゃって、待ってください。だって今日3年ぶりの再会ですよ。めっちゃ声かぶるじゃないですか。勘弁してくださいよ。お久しぶりです。お久しぶりです。やりにくいな。この前の動画本当に良かったんですか、あれで。結構内容判断されて大丈夫でしょ？ちょっと待って、あれ？なんかあれですか、AI ですか？なんかすごいガチガチになってますけど。あ、そっか、それそうですよね。初めてだから。動画はね、初めて撮るんで、ちょっと緊張してます。敬語をやめてください。私のペースを乱さないでください。お願いします。ちょっと最初に本題入る前に聞きたいんですけど、今ってこれやってるんですか？やってますよ。ちょっと棒読みじゃないですか、めっちゃ。タメ語で大丈夫ですよ。ピアノってまだやってらっしゃるんですか？やってる、やってる。あ、本当ですか？はい。あの動画、見てもらいました。見ました。内容がすっごい本当。私は全然大丈夫でした。いや、内容、ケンスケも、本当に喋るのかなと思って見てたんですけど、結構きつい内容を話してたんで、そこで見てる私がドキドキしたんですけどね。でも、あれですよね、ケンスケさんにゴーサイン出したの、カナさんですもんね。そうです。びっくりしたんですよ。なんかコメ欄で、なんか、カナちゃん、デリカシーないこと聞きまくってんじゃねえよみたいなことを書かれたから、なんかいつもよりか私悪者になったんで、ちょっとここでちゃんと説明してください、視聴者さんに。ああ、でも元気に何でも話してきていいよっていうことを知り出してきたんで、別に何話されても困ることはない。じゃあ許可を出したのは私ですって言ってもらっていいですか？はい、許可を出したのは私です。です。したら本題言ってもいいですか？はい。ケンスケさんと、いろんなことがあったって、前、話してもらったじゃないですか。視聴者さんからしたら、元男の子と、普通の男性が付き合うって、多分レアだと思うし、だって、絶対バレないじゃないですか。元男の子って。なんだっけ、出会いがあれだったんですよね。ケンスケさんって、カナさんが元男の子って知らずに最初、告白してきたんでした。そうなんですよね、あれ。本当に良かったんですけど、急遽誘われて、断る間もなく、行っちゃったんですけどね。全然乗り気じゃなかったんで、全部もう、いろいろみんな、高校の時の皆さんに聞かれて、LINE 交換とかしようよって言われてたんだけど、断ったんですよね。なんで断ったの？いや、もう全然乗り気じゃなかったんで。だって、モテるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。私だったら、選び放題みたいな感じで交換しまくりますけどね。本当乗り気じゃなかったんですよ。めんどくさいっていうか、最初は本当にめんどくさかった。だって、私の昔ナベパした時の野球券見せていいですか？あれダメです。そう、めちゃくちゃこんな感じで、あ、ごめんなさい、本名最初その付き合いたての頃ってどんな感じだったの？付き合いたての頃はケンスケさん毎日 LINE 来るんですよ。最初も本当疑ったんですけど、こんばんちした、あタイミングってあれでしたっけ？まだ元男の子って知らないでしたっけ？全然話してないですね。全く話す気もないし、付き合う気がなかったね。あ、そっか、だからあれか、別にカミングアウトする必要ないよね。そうなの。なるほど、なるほど。それどのタイミングで行ったんでしたっけ？このタイミングで、もうちょいあるんですか？メモしてるんですか？
あ、カレンダーすごいですね、豆ですね。カミングアウトしたタイミングで4回目ぐらいかな。あのその間に遊園地とかいろいろ行ったんですけど、夜景見に行かないって言われて、これはちょっと怪しい雰囲気、やっぱり元男だから分かるじゃないですか、ちょっと怪しいなってこの雰囲気思ってたけど、まあ言えましたね。だからそこでちょっとこう来週の壁を崩して断りできるのか、付き合うまではいかないのかなと思って告白したんです。それであれでしたっけ、向こうはそれでも俺はカナを受け入れるぜっていう、どういう流れになっちゃったんですよね。私あれですよ、ブチ切れられたことありますよ。なんかお台場みたいなところで車の中で告白されたんですよ。その時にあの元男の子ですって言ったら車からその場で降ろされて、あの置き去りにされました。それマジですマジ、こんなに超絶美女がみたいな、置き去りにするって、あ、すいません、テンション低いかなかったですね。さすがですね。もうちょっとそこにちょっと惹かれて結局付き合うことになって今に至るって感じなんですけど、え、でもなんか今こう一緒に並んでるけど YouTuber やったらどうですか。なんか YouTuber やれそうじゃないですか。 YouTube とかちょっと表に出る気はあんまりないので。そうなんですか。ないですね。今あれですか、もう一緒に健介さん住みながらピアノ先生やってるって感じ。そうですね、これ専用パン専用主婦、あ、めっちゃ明るいんですけどみたいな感じでしてますね。ちぐみじゃないですか。ちぐみ、これがちぐみっていうの。え、だってあれじゃないですか、もう幸せじゃないですか。悲願ですよ、元男の子の。そうなんだ。え、わかんないですか、だって結婚して、だってもう籍入れてるんですよね。籍は最近入れました。入れてないですけど。マジか。おめでとうございます。ありがとうございます。え、あの前の動画の時って言ってましたっけ。言ってません。付き合ってるっていう時で。そうなんですね。あ、ちょっと抜かされた気がしてならないですけど、おめでとうございます。ありがとうございます。緊張もやっぱり、ほぐれないんですよ。私は画面の前で変顔とかなんかすれば緊張ほぐれるんじゃないですか。なるほど。じゃあそろそろ本題に入ってもいいですか。はい、その前回健介さんがカナさんの性転換した下の部分がほとんどもう使われなくなってるみたいな言ったじゃないですか。それって今あれですか、今もって感じですか。今はさらにひどくなっちゃって。それはどういうことですか。ぶっちゃけた話で言うと、トイレしなきゃいけないじゃないですか、定期的に。あの穴が塞がらないようにトイレでしょ、棒ですよね。あれ触りすぎ。どんぐらい触ってます。マジっすか。え、だってあれって手術終わったらその女性器の穴塞がらないように多分毎日やらなきゃいけないじゃないですか。そうですね、毎日か、まあ定期的にやらなきゃいけないんですけど、全くしなくなったら生えてくるかあるのかどうかわかんないんですけど、あれどんどんちっちゃくなって、ピアスみたいな感じで使ってないとどんどんピアスの穴が通らなくなるみたいな。そうですね。え、そのダイレーションって手術終わってからどんぐらい続けてたんですか。私と同じです。しなくなったのと忙しくて、まあまあその夜のあれもしない日が続いて、どんどんちっちゃくなっていっちゃって、やばい。どんぐらいやばいですか。もう今指って。尿道じゃなくて。尿道じゃない。え、そうなんですか。穴、指一本しか入んない。指一本ギリ。なんか私も前動画で、そういうことをやらなさすぎて、結構閉じかけてますみたいな動画出したんですよ。でも指一本は、私はそんなひどくないですね。手術開けた意味ないぐらいのレベルですよ。意味なしてないですね。もう、だって穴広げられなくないですか、だってこれ以上。広がらないです。どうするんですか。どうしようって気になくない。私あれですよ、再手術考えてるぐらいです、私のレベルで。私で多分指3本ぐらい、指2本かな。再手術ってできる。私の飲み屋時代のママがモロッコにあの穴の再手術をしに行ったんですよ。1回モロッコで最初性転換して、で日本帰ってきてしばらく使ってたけどサボってたら閉じちゃったから、モロッコにまた行って再手術してみたいな。多分半額ぐらい、1回目の 半額ぐらい。国産品なんだけどできる。私も国産品です。あ、それは関係ないじゃないですか。できるの。まあでもちょっとあれなんですけど、まあ穴開く
全然わかんないです。多分なんですよね。じゃあ、その、今どんな感じなの？その、彼氏さんとは、こういう営みはできないってことですよね。なので、私公認で、浮気してもいいし。おっと？家族行ってもいいし。マジですか？家帰ってきてくれるなら、なんでも OK。え、じゃあもうあれですか、ケンスケさんはもう普通に。いや、何してるかわからないです。はい、まあ俺今日さっき浮気してきたんだ、みたいな感じなんですか？全く気配を感じないので、わかんないんですけど。なるほど。ちょっと初めて。浮気公認ってあんまり聞いたことないんで。婚約者の機能なしじゃないじゃないですか。まあ、これは私にも当てはまるんで、まあ確かにそうですね。そうだった時に、もう可愛いかなと思って。確かに。いや、極論で考えると、まあ、ありっちゃありですけど、世の中の人は、多分そんな感じに開き直れないと思うんですけど、まあでも極論そうだよね、みたいな。極論で言うと、そんなできないことで仕方ないから、いいよって。ちょっと、ケンスケさんの話、浮気してきますね。いいぞ、こっちが分からなければ。あ、しないですよ。私しない、しないです。ケンスケ、何言ってるか分からないです。ちょっとケンスケさんに電話して浮気今まで公認はしてるけどぶっちゃけどうなのって今聞けたりしますかね。多分してますよ。もしもし、あのこの青木です。担当直入に聞くんですけど、浮気とかしてるんですか？なんか公認的に。してますよ。いや、正直ほんとしてないですよ。マジですか？浮気もしてないですし、風俗も行ってないですよ。ほとんど一緒にいるので、カーブ。なるほど。だって仕事も家でやる仕事なんで、僕常に一緒にいるんで、その浮気してる暇がないです。だそうです。ちょっといないですね。大丈夫ですよ、浮気してませんよ。ありがとうございます。え、そんだけですか？そうです。じゃあちょっと撮影中なんで、ごめんなさい、ちょっとすいません、切ります。勝手。よかったですね。すごい、本物ないですね。はい、ということで今回ですね、かなさんに来てもらっていろいろ話してもらったんですけど、いかがだったでしょうか？少しでも楽しいって思ってくれた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、 TikTok もありますので、そちらも画面下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。大丈夫ですよ、手振っていただいて。